分は過ぎておりますが、はい、みんなで恵方巻きの早食いをしていきたいと思います。なんかちっちゃいからめちゃくちゃ多分余裕やね。だから今回はチームに分かれて対戦します、うんうん、はい、で一人の人がまず食べます。その人が食べ終わったら次の人に交代します。はい、うん、それを競う。分かりました。はい、ちょっとさ、はい、これは前さん、あのしらすの早食い対決やった時にさ、口の中のやつがさなくなってないからって言って青みんとのぞみが喧嘩した。何それ。あ、最初にそれは言っとこう。飲み込んでよ。全部飲み込んでよ。なくなりましたってなったら交代。オッケー、じゃあそうしよう。ちゃんと飲み込んでた。お客さんがいたからお客さんの意見を取り入れてそれが決めれたけど、今回いないですからね。今回いない。その分じゃあ口の中がなくなるまで。はい、はい、オッケー。でチームは今回はキヨちゃんが審判で、はい、ミナリとコンコンチーム、はい、とヘナちゃんとアオミンチームで、はい、みたいな。でもアーミンさんも口大きいからな。いやアーミンはね口大きくないよ。顎がめっちゃちっちゃいんだよ。すごい。だから食べる顔がめっちゃブス。大きく開けようとしてるから。すごいブス。食べてるように見せかけて全然入ってないから。ただ横に結構ストロークあるよ。そうそうそう。横にここめちゃとりあえずやろう。オッケー。まあ、いや本当に。うわー、でも環境好き大嫌い。1年に1回しか見やんこの桜伝風ってやつも。あー、甘いですね。全然好きじゃない。はいはい。で、水はなくなったらついで待っていいですか。あ、わかった。では、はい、はい、いきます。よーい、スタート。いけー。お、早い。早い。おー、まあ、やっぱできたよね。あ、本当にそっくりなさん、水を飲み早い。早い。飲み込む式。飲み込む式ですごくない。こんないいですね、いいですね。嫌いよ、早いよ、早い。頑張って食ってます。早い、早い、早い。頑張れ、頑張れ。先に、うん、カニともう何があったよね。中身がないね。中身がない。ね、行って行って行って。いやー、試食しないようにだけ。そうね。あんた、なんで早いの。飲み込みは早い。やばい。さすがです、さすがです。口の中がガタガタから交代です。はい、そうです。いいですね、いいですね。うわー、すごいなぁ。リナさんの方が早いですね。すごい、早い。遅くない？ピードが全然違った。あ、これ切れないわ。でも行きますよ、大丈夫。あの、窒息しないようにだけ、喉に詰まってないように。オッケー。おぉ、いけた。はい、はい、早い。うわー、やっぱ早い。アオリナチーム、合格しました。もうちょっと、もうちょっと。大丈夫、大丈夫。落ち着いて、落ち着いて。全然ボロボロ。緑さんのボロボロです。あ、しゅうつけない。なにしゅうつけてる。なになになに。うーん、ボロボロ。ハハハハ。
よこれは。本当に汚い。なんて書かれてる。いけば。あんこんこん飲み込むだけ。え？何だよ。イエーイ。はい、イヤホンチームの勝利。まさかの。やばい。ね、あんまんのみ込む。ちょっと本当に汚い。うんね、この辺にもちょっとついてるからご飯だってもう一口目の時点で結構止まってましたから。何何があった言って。当たっちゃいけないとこに当たっちゃった。何が当たらない。いやあるじゃん食堂の当たっちゃいなっちゃう変なとこに入っちゃった。変なとこ入っちゃって。いや、やる本当にやるつもりなかったからねこんな。今日はもう青柳さんはずっとモザイクでした。すいません。ということでミノトンチームの勝利です。マジで勝利です。勝利です。青柳のおかげで勝てました。はい、ということで今回は恵方巻き早食い対決でした。はい、チャンネル登録